えー、皆様、こんばんはん。2021年12月の10日、ボギーチャンネル、えー、私主催の、えー、ボギーテドコンでございます、えー。今日の南の島、まるで、はい、初夏のような天気でございまして、真、ま、っ、あ、昼ルマとにかく暑い、雲一つない青空の下でですね、えー、本当に 今、12月なんだろうかと思ってね、私、えー、空を見上げておりました。まあ、実はね、あのー、私の非常に、まあ、お世話になったというか、もうとにかくもう可愛がってくれた、まあ、おじがですね、えー、亡くなりまして、まあ、その、今日は、まあ、告別式出館 仮装、納骨っていうことでね、かなり、まあ、慌ただしい中で、はい、私も、お世話になったあの時のこと、この時のこと、一緒にね、最後に食べたものは何だったなぁなんて思い出しながら、ずっと今日はね、えー、思い出に浸っておりました。まあ、そんな中でも、一方通行、左に行ってはダメっトンという、こういった看板、はい、あるんですよ。実はね。 はい。こういったのを見てちょっとね、元気を取り戻そうかなと思っております。まあでもね、はい。えー、こういった人との別れというのはいつかも必ず来るものでありまして。はい。もう、いつかまたどっかでね、あの、会えるんじゃないかと思って、はい。心の中で本当に感謝してね、まあ、お見送りをさせていただいたという次第で、 えー、ございます。まあでもね、本当にもう子供の頃からずっとね、いろんな面で可愛がってくれて、自分が一番ね、あの、厳しい時もうね、追い詰められた時ですら、あの、味方にた、味方にね、なってくれて、大丈夫間違っていないから頑張れっていうことで背中をね、押してくれた、あの、元自衛隊員の、 叔父だったんですけど、すごいね、あの、男らしいというか、豪快というか、まあ本当に、今なって思うとね、はい、もっと長生きして欲しかったな、なんて思う人でありました。まあその分私またね、生きて頑張っていきたいと思っております。さて、ね、昨今、まあ世の中は、なんか、マイノリティが正義みたいな、そんな、 お話がありまして、んや、朝日新聞、あ、東京新聞には、ダイエットしてね、成功しなかった女の子が、自分が振り向いてもらえずに、まあ雑誌に痩せてて色白で綺麗な女の子が出るのを見て、ショックを受けたっていうことをね、わざわざ記事にして載っけてましたけど、バカじゃねえかっていうふうにね、思いましたよ。正直言ってね。はい、ダイエットに失敗するっていうのは、 これ、当然、あり得ることであって、それを成功した人の足を引っ張るっていうのは、どんなことかなうん。なんか最近世の中、そういったね、マイノリティに寄り添うことが正義。マイノリティが正しい。ね。そういう風に傷ついたとか、ね。精神的ショックを受けたとか。はい。見てくれが悪いとか。 そういった人たちを正義のように扱うのはちょっとおかしいんじゃないかなって私は思っておりますけどね。まあ今、あの、猫のお話。はい、三月さんがね、18年一緒に暮らした猫を去年亡くしたということなんですけど、やはり、あの、出会いがあればね、別れは必ず来るんですよ。ね。 いつしかやはり別れが来るものだと分かってるからこそ、まあ一緒にいる間はね、本当に心から愛することができるんじゃないかというふうに私はやっぱ思っているわけなんですよ。ですから、別れがあるだからこそ、本当に愛してあげると。まあ動物に至っては一度面倒を見たら、最後まで見とるつもりでね、やはりその命を引き受けるっていうことが、 大切なのではないかなと思っております。えー、カルガムさんからオタクは例外なんだなと。そうですね。オタクになると全く相手にされませんね。また、あの、ちょっと風亭のね、よろしくないおじさんになると、キモ、キモいと言われてね、はい。あの、もてはやされるどころか、 社会のなんか外役みたいに扱われるんですけど、本当にフェミニストっていうのは、もう自分のね、なんか好みで物事の価値を決めているのかななんて思ったりもするんですけど、それって本来のフェミではないかなうん、なんて言うんですかね。まあ一、一つの自己愛っていうんですかね。自分だけが正しいっていうあちら系の人たちに、 共通するものじゃないかな。はい。カルガマさん、それを差別と言うということで、その通りでございます。はい。えー、中3に至っては14年、ね、猫と連れ添って、死に別れて、3年経ってまた同じような子猫が来てくれたということでございまして、まあ、うちのね、家も、 くるこくるこみんな白黒なんですけど、なぜ白黒ということになるんですけど、いやー、白黒も楽しいですよ。さて今日の話題、ね、あのー、沖縄タイムスさん大ブーメランということでございまして、本当に笑えるニュースをね、お送りしていきたいと思います。はい、えー、これ実は沖縄タイムスさん YouTube でね、得意げになってニュースを流しております。 はい。セントラル警備保障。無許可で漁港を使用。沖縄県違法状態と認定ということで、これセントラル警備保障さん。はい。書いたのは安倍さんでございます。あの安倍さん。ね、このセントラル警備保障っていうのは、いわゆる辺野古の、ね、埋め立て工事の警備艇、はい。警備船、警戒船の、あのー、落札した警備会社。 なんですよね。いわゆる海の上の警備会社ということでございまして、この工事をするときに警戒線っていうのがいないと、工事はできません。道路工事も、皆さん、あの、ご存知かと思いますけど、警備会社の方がね、誘導してますよね。あれと同じような感じで、海の上も、えー、こういった警備会社が警戒線っていうのを出して、えー、警備に当たっております。 さて、これ何が問題になったかというと、えー、これ、沖縄県、あのー、金にですね、はい、金の漁港があるんですけど、ここ私が時々、あの、魚釣りに行って、あの、ガチンをね、バック釣りするところなんですけど、その金の漁港の中に、あの、警備会社の、いわゆる、はい、警戒船が止まっております。時々、海保の船も、 止まっております。そこで、まあ、警備会社がここで警備船をね、いわゆる出撃基地にしているということなんですけど、なんと、この警備会社が、この漁港を無許可で使っていた。はい。漁港を無許可で使っていたということが、12月9日までに、まあ、かったということなんですよ。ね。 確かね、漁港のね、管理者は自治体。私はあの、前に名護のティーマ漁港の、いわゆる半吉団体が勝手に港を使っているときに、あの、これについてね、サンゴさんなんかが苦情を申し立てたんですけど、確か窓口は名護市だったはずなんですよ。 さて、まあこのセントラル警備保障が、まあ無許可で使っていたっていうことをね、安倍さんが突き止めたということで、まあこの方は探偵みたいですよね。はい。管理する県、いや港は県の管理だったんですね。違法状態と認定をしたと。え港の敷地内にある同社のプレハブやえ陸揚げした船舶の撤去も指導した。 はい。セントラル警備保障は、えー、県の指導に従って適切に対応すると述べたということで、えー、ございまして。いやー、これね、やっぱりダメでしょ。はい。いや、ダメだと思いますよ、私は。やっぱりね、きちんと許可を取ってから、こういうのはやるべきではないですかね。まあ、県外の会社ということなんですけど、 まあ沖縄だからいいかっていうことでやったとは思えないんですが、やはり国の仕事を受け負う以上、きちんとやっぱりルールに則っ,った形で、私はやるべき。今、カータンさんも、ね、許可は取ろうよと書いていますけどね。秀樹さん、許可を申請すれば許可は出るんでしょうかまたこの許可をね、出すのを、ね、ダラダラ、ダラダラ時間かけて、その分ね、あの、仕事できなくするんじゃないか、なんてね、私、 今思っているんですよ。ね。はい。しかし、県ね、これ、はい。沖縄防衛局発注の海上警備業務を、えー、2017年12月から受託をしているということなんですよ。ね。はい。以来4年間、金玉を拠点として、工場的に辺野古沖へ警備艇を派遣してきたが、県によると一度も許可を出した記録が ないと。はい。県によると一度も許可を出した記録がないというふうに言っているんですよ。うん、これもね、やっぱり、これ警備会社の落ち度。はい。ね、警備会社の落ち度だと私はね、やっぱり思っております。はい。そしてこのね、警備会社は港の敷地内で毎日2回 えー、このミーティング。はい。朝と昼のミーティングをね、行っているということであり。まあ、この警備に着く方々の車もね、この港の中に停められているっていうことなんですけど、港の中って別に広いし、ね、邪魔になるわけでもないのに、別にいいんじゃないのっていうふうに思うんですが、 県はこの点も適切かどうか今後確認をするということでございまして、いやー、本当に、これも完全に警備会社の落ち度はい。ね。沖縄県というね。 もうとにかく国の足を引っ張る自治体っていうのを分かってて、ちゃんとしたやっぱり手続き踏んでなくて、よくもまあ港を勝手に作ってね、扱って建物まで建てたなと思うんですけど、多分漁協と話はついていたんじゃないかと私は思ってるんですよ。ね。この公安を管理している漁協との話はついているんだが、 県にその話が伝わっていなかっただけじゃないのかというふうに私は見ておりますでないと勝手にね、こういったものを作れるはずがない。さて、これについて沖縄タイムさん。このように一面で大発狂。ね。あの、半地活動家が辺野古の、はい、えー、違法店と。もうあれ何年になります ?10 年近く。 なるんじゃないですかそれには、だんまり。そしてね、辺野古のキャンプシュアブ前の違法テントのことも、だんまり。そしてこれ、サンゴさんが発見した、えー、野あの、名護市ティーマ漁港の無許可の春節についても、だんまり。なのに、警備会社がやることには、一面を使って大、 発狂ということでございまして、いや、本当にこれって恥ずかしいと思います。そしてね、恥を知らない。恥を知らないとはこのことでございますと。市民、県は厳格対応をということで、沖縄平和市民連絡会の北上田敦義さんは、 違法は明らかで、このまま使い続けることは許されない。県は即刻使用中止させ、料を命じるなど厳格に対応すべきだと指摘をしたということで、もう鼻、もう本当に鼻からそうめんが出るぐらい私笑いましたよ。この人たちって自分たちはやりたい放題。ね。反戦平和免罪符。反基地無罪の旗の元。 やりたい放題をして、道は塞ぐ、港は使う、ね。海岸は占拠する、フェンスは汚す。やりたい放題しておきながら、ね。自分たちのことは棚にあげて、何ですか相手に過量をね、命じろと。いやいやいや、あなた方が過量を命じられる側じゃないのっていうふうに思うんですけど、でもね、行政が活動家だと、 こういった人たちが我が物顔にね、正義ずらするんですよ。本当におかしい。はい。おかしい。この人たちがやってることは何にも言わないで、警備会社がやったことをね、こういうふうに大きく一面で取り上げる。そしてぜひね、私、あの、新聞社に取り上げていただきたいのはこれでございます。はい。 えー、辺野古の違法テントの中にあります、記者パソコン席。もう、もう皆さん、なん、なんと言えばいいですか警備会社がね、港を勝手に使っているっていうことを散々にわめき散らしてるマスコミがですよ。なんと、辺野古の違法テントの中に記者パソコン席ってあるんですよ。 これって笑わしますよね。でもね、これ私、ある面大ブーメランになったと思います。これ、いわゆる警備会社が無許可で港をね、いわゆる一角を占拠して使っていたっていうことが、これ、あの、違法ということで警備会社に対し撤去命令が出て、これに従って警備会社が港を一旦出たとします。すると、今度は、 ヘノコ漁港の海岸線に違法テントをね、建てて居座ってる人たちにも同じように県は警告を出して撤去を求めないといけないんです。で、チョイさんが過料を求めろと言ってるんですけど、ぜひね、私、えー、この海沿いのテントを占拠している、あの、中核派の方々、そして、えー、上のね、キャンプシュア部の ゲート前を選挙している、えー、社民党系の方々にも同じようにですね、これ撤去命令を出して、あの、過料をね、貸していただきたいということで、そうなんです。カータンさん。これね、自分たちで前例作っちゃったんですよ。黙っときゃわからんのに、自分たちでわざわざこれをね、あの、問題点として取り上げてしまったから、今後県は、 一般市民から同じように訴えが出る。それをね、無視することはできません。もしそれを無視した場合には、えー、いわゆる行政監査請求で、なぜ前例でこのように警備会社に対しては、えー、撤去命令、そして過量化したのに、反基地運動家に対してはそれをやらないんですかと。いや、これは市民感情、県民感情に鑑みてなんて言うと、じゃあ法律より、 そういった反基地活動家の感情が優先されるんですねと。この沖縄は法治国家の一部なんですかという、そういった理論立てができることになります。はい。ということでね、これ、あの、安倍記者、せっかく取り上げていただいたんですけど、これ警備会社がどういった場合ですよ。今度は、はい、今度は、えー、いわゆる、 その反基地活動家の応募に語を煮やした方々が弁護士を使ってですね、同じような扱いを反基地運動家にしなさいっていうことで、県に求めた場合、県はそれを断ることができなくなってしまうということでございまして、えー、これをね、沖縄の方言で、わばぐと、やらなくてもいいのをやっちゃったねっていうことになるんじゃない ですかね。はい。まあ、これが表沙汰になって、いわゆる勝手ない港の使用とかが問題されれば、ティーマ漁港の、あの、違法使用もね、これも咎められることになります。そしてそこで積み上げた春節の土砂を、いつどこで誰がね、片付けたのか、その費用は、誰が負担したのかっていうことを、これがね、また表沙汰になると、 これって大ブーメランになると思いますけど、大丈夫ですかね。はい。ということで、えー、今日のボギーチャンネル、はい。大ブーメラン。はい。沖縄あ、沖縄タイムスの大ブーメランということでお送りさせていただきました、えー。今日は金曜日の夜、週末、皆さんものんびりされてると思いますが、明日もまたね、同じ時間から 放送させていただきますんで、遊びに来ていただきたいと思います。えー、本日は23時からまたプレミア放送がありますんで、よろしくお願いしたいと思います。では皆様、明日同じ時間にお会いしたいと思います。本日もありがとうございました。